皆さんこんにちは、モリアリです。はい、えっと一昨日は本当にお騒がせしました。本当ね、マジでちょっとテンパってしまってで私なんで寝転んでるのって言われてたんですけど、あのねあの3日ぐらい。 もう約ほんと10時間ぐらい移動の時もパソコン持ち歩いてなんで動かないんだろうとかってカタカタやってたりとかしてでなんだろう一日本当と半分ぐらいの時間を使ってパソコンと向き合ってて疲れてしまってもうね脱力ってこういうことだなぐらいになっちゃってもうねもうもうダメだと思ってで私あの昔ね事故で廃部座礁になっててすごい腰とか。 この時期にななると痛くなったりして背中が全般が痛くなるのでベッドで作業してることが多かったんですけどそれであの状態で「あのー、ちょっとごめんなさい」っていう動画を撮らせていただいてちょっと申し訳なかったなと思ってるんですけれどもえっとアップルストアに持ってってで本当は予約の電話とかもしたかったんですけどなんかやっぱ年末年始だからなのかなんかそういうアナウンスみたいに流れてアップルストアに直接 昨日もうすぐに持ち込みをしてでこういう状態なんですけどっていうことを伝えたらもう中のあのねハードディスクみたいなのが壊れちゃってるって言われてでまあ今リセットしたから使えはするんだけどこれいつ壊れるかわからないんですよみたいな感じで言われてですねでまだ1年経ってないので10ヶ月しか経ってないからちょっとこれで壊れても困るなと思ってであの保証期間内なので 交換がまあできるじゃないですか。一年間保証があるからね。なんですけど、まあ二週間くらいかかると言われてですね。やっぱり私毎日更新を目標にこうこう数ヶ月頑張ってたのが一日でもなんか途切れちゃうのがすごく悔しくて一日抜けたっていうのがすごい私の中で許せない部分があって。なのでちょっと急遽。 対ととして、まあ、あの来年ね買い替えよようと思ってたんですよ新しいレティナの、えっの、と、15インチの MacBook Pro を、あのー、買い替えて今編集して今日出せているという感じになってます本当にねこの状況だからこそね、あのー、開いた時の感動とかすごい今、まあ、一応レビューは撮ったんですけどそんなに感動がないというかなんかも <laughs> まあ感動はあるよ,なんかあるよ感動はね すごい欲しかったしさプロあるんだけどなんかこういう状態になってなんかデータも全部消えてっていう感じで悲しい状態でなんか購入した Mac だからなんかこうフォーとかってこうテンションぶち上げでできてはないと思うんですけどあのー、一応その動画には撮ったのでよかったら見ていただけたらなと思います。とりあえず今日からは あの毎日更新かはわからないけどもうね今年いっぱい私毎日更新するって決めてやってるんでもう31日までは頑張って出していこうかなと思ってますでクリスマスまでに出さなきゃいけなかったやつとかもね5本ぐらいあったんですけどそれを編集してたのが全部ごそっと消えちゃってもうねバックアップもねなぜか消えててよくわかんない状態になっちゃってたのでもうね泣くしかなかった <laughs> 状態だったんですけどでも今はもう。 大丈夫になったので,であの新しい 2TB の,の HDD も買ったので大丈夫です。はい、ということで本当にお騒がせしました。ああもう見てころんかもうやるせない感じ頑張りますもう頑張るしかないですもうこのプロを買って今まで13インチだったんですけど、まあ、今回買い替えるっていう時に、まあ、もうタイミングだったのかなと思ってでこの、まあ、1年保証まだ残ってるのであの ちゃんと整備し直し直ててもらってあとはあのこうちゃんにあの使ってもらってあのなんだろうなうまいこと、まあ、持ち歩く時は重かった時とかはこっち持ち歩くし編集できないですけどねうんまあいつまた壊れるかわかんないと思うと怖いんでちょっとバックアップだけはマジみんなやっといた方がいいかなと。 まあやってると思うんですけどね、私もやってたんですけどね、やってたけど、なんで消えたのか、本当に分かんないです、みたいな感じだったんで、いや、私、もっと分かんないですよ、みたいな感じで終わっちゃったから、うん、ちょっともやもやは消えないですけど、まあ、でも、はい、まあ、きからスタートだと思えば、また新しくスタートすると思えば、ちょっと頑張れるかなと思うので、はい、ちょっとお騒がせしたことに、本当にね、申し訳ないなと思って、でも元気です、モリアリア元気なんですけど、 はい、ちゃんとねこうやって動画も今日出せてるのでもう,もう今日に今日買ってきて今日に今日今編集してるので大丈夫です元気ですほんとこの動画が出せたことに私はよ喜び皆さんお待たせしちゃうことが本当に申し訳なかったのではいということで本当すいませんなんか日本語がいつもよりたどたどしくてもうなんかもうね安堵感が半端ないっす盛り上がりでしたちょっと今日はあの短めというか挨拶は抜きにして あの、この感じだけで終わりたいと思います。えっ、ー、と明日からの動画もよろしくお願いいたします。バイバイ